栄光の剣の赤史赤史獣は日本の俳優、本名は赤史義人、東亜紀念まで剣劇スターとして活躍し、後に自ら剣劇団を組織して舞台活動を行った。戦後は東映時代劇を中心に脇役として多くの作品に出演した。出演作は300本を超える。1898年9月11日。 鳥取県桁下隔群六野町の地主の家に生まれる。アカシアは山本勘助の叔父、七左衛門の家系と言われ、祖父の藤十郎は近財で剣豪と知られ、潮は祖父から剣道をみっちり教わって育った。子作ぬ子を呼び捨てにする癖を祖父に叱責され、愛の亀に突っ込まれて半年くらい首から、下が愛に染まったことがあり、以来誰に対しても、三付けで呼ぶ習慣がついたという。 父親の文三郎は、養子で、赤下優の名で義太祐を語ることもある、遊戯好みの人物だった。1910年に、県立市藩学校附属小学校高等科を卒業し、持ち前の工学心と家の束縛から逃れたいために、友人を頼って上京。早稲田実業学校に入学し、1915年に卒業した。1917年に、 早稲田大学文学部に入学するが演劇の世界に惹かれて上山総人に指示。大学は同年7月で中退した。米騒動や排晶運動に関わったことによる退学処分だった。同年9月に上山が取材する近代劇協会に加入し、翌1918年6月に有楽座で講演されたベニスの商人のバッサに大役で初舞台を踏んだ。 1919年、伊バタカシが結成した新生歌舞劇団に、高田正夫、高田聖子、富山栄次郎、正しく二広らと共に参加し、その後、山口俊夫らの新生劇に入った。1924年5月に、新生劇を退座し、牧野肖像に招かれて、東亜記念魔寺院撮影所に入社、後藤修正監督の栄光の剣で初主演し、 剣劇スターとして、数々の作品に主演。翌1925年には、現代劇の公用撮影所と掛け持ち出演した。同年が秋、赤獅子を一座を組織して、浅草の観音劇場で、旗揚げ公演を行い、時座を拠点に、地方巡業にも出る。1928年、小竹下鴨撮影所に入社して数作に主演するが、再び一座を組織して、舞台活動を行い、 戦時中は、軍の疑問のため、上海などへ巡業した。1952年、安倍豊か、志村俊夫監督の、私はシベリアの捕虜だったで、映画出演を再開し、後に東映と契約を結んで、多数の作品で脇役を演じた。また、木下圭介監督の、24の瞳などの、小畜作品にも出演。川上義郎監督の、涙では、 若尾文子の父親役を講演し、東映時代劇では善良なるがために切られてしまう役どころを誠実に演じた。1986年11月26日、気管支肺炎のため、千葉県君津市の千葉扶養病院で死去、88歳没。ありがとうございます。